ではベースを塗った状態から始めていきたいと思います。まずはじめにパールホワイトのジェルを使って薬指と人差し指と親指にフレンチを作っていきます。中指と小指はワンカラーで塗っていきます。他の指はちょっと時間の関係で早送りしていきます。こんな感じに5本塗れました。こちら2度塗りしていきます。ではこちらの上にカラーをのせていきたいと思います。今回はブルーと紫を使ってデザインを作っていきたいと思います。こちらのカラーの色をざっくりと塗っていきます。ちょっとだけこの境目をぼかしながら塗っていきます。でも上から白を塗って隠れてしまうのであんまり気にしなくて大丈夫です。では人差し指と親指も同じ感じに塗っていきます。ではこちらの上にエアブラシ風アートを作っていきたいと思います。今回使用するアイテムはこちらのスポンジアートブラシです。こちらを使って作っていきたいと思います。白のジェルを多く取りすぎないように蓋をパレットにしていきたいと思います。分量を調節しながら乗せていきます。こちらもちょっとランダムに乗せていきます。白の色がふんわりなるように調節しながらポンポン乗せていきます。で乗せていきます。
こちらのスポンジアートブラシですが、なくてもアイシャドウチップを使って代用ができると思います。こんな感じになりました。ではこちらをライトに入れて一旦固めていきます。ではこちらを一旦ノーワイプトップジェルで仕上げていきたいと思います。ではこちらの上にこの雪の結晶のシールを載せていきたいと思います。ではこちらの上にミキシングジェルを薄く塗って白いホロを乗せていきたいと思います。ではフレンチのラインをゴールドのジェルを使って描いていきます。ではこちらのデザインはノンワイプトップジェルを塗って完成になります。
次にこちらの中指と小指にもアートをしていきたいと思います。まずはじめにミキシングジェルを塗ってラメをのせていきたいと思います。ではこちらの上に雪の結晶のパーツとストーンを乗せていきます。こんな感じに豪華で可愛く仕上がりました。こちらも一旦ライトに入れます。ではこちらの2本もノンワイプトップジェルを塗って仕上げていきます。ではこちらでエアブラシ風アートの完成になります。とっても簡単で可愛いので皆さんも試してみてください。グッドボタンかチャンネル登録をお願いします。